はい、開封始めます。今回はこの元祖鶏ガラミニチキンラーメンメガ丼4食入り国産チキン 100% スープ。そんなのを読んだ後でこの絵を見ると、汗だくなんだけど大丈夫かな。こちらにはこのアレルギー表示ありますよ。小麦、卵、乳成分、鶏肉、大豆、山芋入ってますと。山芋があるんですね。不思議、入ってたんだ。で、この名前知らないけどピヨちゃんが麺を打って作って、なぜか茹でればいいのに揚げた状態で待機してますね。はい、ですね、これこっちの方がなんか面白いんですね。絵がどんだけ入ってんだっていう。アミューズメント施設専用ですね。4食入り。一応、賞味期限が12年の10月31日まで。ハロウィンですね。こんなに大きいと。よいしょ。帽子とか、なんか結構入れ物になりそう。おぉ、よし。ちょっと意外な感じで入ってました。こうです。これで4色ですよ。確かにしっかりしてるな。音がしなかったわけだ。特に絵柄は変わることもなく、普通にチキンラーメンのミニチキンラーメンが入っています。38g。はい、172kcal です。よし。はい。では今回開封したのは、この国産チキン 100% スープ、元祖鶏ガラミニチキンラーメンメガ丼、4食入りでした。